山田グニコグニチャンネルです。ありがとうございます。もう長く芸能人しましてね、今はもうね、新時代ですけど、私たち最初に入った時ってもう先輩たちが業界ことは全然わかんなくて、それ笑っといてとか、はははは、で違うよ、それどかすっていう意味だよとか、ケツカッチン、もう終わりがもう決まってますよとかね、なんかそういう、もう全然わかんなかった、いろんなことが。あと、なんかバンド言葉っていうのから流れてくるのは、お兄さんたちが使う、もうかっこいい言葉が多くて、例えばコーヒー飲む、今日そういうのちょっとやろうかなと思ったんですよ。クイズ形式でやろうと思ってるんですけど、例えばコーヒーはヒーコー、逆に言うんですよ、ヒーコーミーノーコーヒーを飲む。でもアイスコーヒーってなんか冷凍って言うんですよ、なんでかわかんないんだけど。あとお寿司はシースーで、それをなんか間違えてスーシーってそのままじゃねえかってなんかね、でもイークーとは言わないんだよね。だからシースークイーっていうのだ、クイーはクイーじゃんね。その辺がなんか、あとちょっとこうかっこいい綺麗な可愛い女の子と書くと、ちゃんね、姉ちゃんね、姉ちゃん、ちゃんねがさとか、ね、お前のシーア最空とかお前の足臭いですよまあそれはちょっと置いといて、これは私たちの言葉なんですけど、まあ、プロレス大好きなんで、プロレスラーの人と一緒にご飯食べたりすると、40以上、まあ、50ぐらいからの人は、お相撲さんからの言葉みたいな、相撲用語みたいなのを使われる方すごく多いんですよ。だからレジェンドの人はもうほとんど相撲用だ。まあ大昔はお相撲さんからプロレスラーに、まあ、力道山さんとかね、まあ、そういうような流れがあったんか、割とお前試合しょっぱい試合しやがって、まあ分かりますよね、しょっぱいダメだなっていうね、ようなこと、しょっぱい試合だとか言うんですよ。あとガチンコね、これガチンコっていうのは割とね、こっちの業界も一般も使えますよね。ガチでマジでね、真剣勝負ガチンコ、しょっぱいガチンコ、ガチンコのね、逆は何だと思います？ちょっとクイズみたいにしてやろうかなと思ってるんですけど、じゃあガチンコの真剣勝負の逆は、プロレスの人たちなんて言うでしょうか？注射八百長だーっていうのが注射って言うんですよね。なんかよく全然わかんないんですけど、注射元気になっていいじゃねえかと思うんですけどね。では、参りましょう。大体ね、長州さんが、お前はもう、顎増すなよ、顎。それ以上顎増すなっていうのよ。よく、顎を回す。喋るな。うるさい。お前うるさいよっていう意味。顎回すな。結構ね、長州さんね、そういうの使うんですよ。お前、顎回しやがって。腰上げてくださいよとかね、そうやって言うんですけど、じゃあ同じ顎でも、ちょっと顎が出てるから顎好きだこの話、顎をかますは何でしょうか？顎を回すはうるさい静かにしろみたいな、それ以上言うな。顎をかますは何でしょうか？答え、断る。ちょっとあれやっといて、ちょっといやもうできないですとか、もうダメですみたいな、ちょっとお前顎かましやがってよみたいな、そういう使い方、うん、あとね、顔じゃないっすっていうのなんですよ。いやもう自分顔じゃないっすかとか言ったら、お前顔じゃねえだろとか、そういう使い方、顔じゃない、わかります？分不相、うん、ああ自分なんかまだまだとか言う時とか、お前まだだろそういうことはとか、だからおかわりとか言うと、お前顔じゃねえだろみたいな、そういう使い方ねえ、まだなんとなくわかるけど、動物とかなんか、ね、そういうの出てくるやつあるんですよ。鹿を決める鹿決めてるよお前、鹿決めただろとか言うんですよ。これはしらばっくれる、なあバーン鹿決めてとか、あとね、イカを決めるっていうのがいろんなの決めるんですよイカ
を決める。イカを決めるは勝ち逃げ。イカが炭バーッと吹いて膨らませてパッと逃げちゃうじゃないですか。あれから多分来てんだと思うんですけど、イカ決める。なんかで若い人たちは先輩のそうやって言うのを面白がって、そこから少しずつ新しく使う人が多くて、決めるってさっきから出てきますよね。イカを決める、鹿を決める、決める、決めるだけ残ってる時あるんですよ。だから例えばなんかお寿司とか食べてたりなんかして、もうお醤油じゃなくてお塩で食べたりするじゃないですか。塩決めてるよとか言わないんですよ本当は。そんなこと、今日塩決めて、こいつ今日塩決めてますよみたいな、そういう言い方。あ、でもね、日立決めるっていうのなんですよ。日立を決める、なんでしょうね、日立を決める。昨夜はちょっと日立決めちゃいましてとかすいませんでしたみたいな。嘘つくとか、見栄を張る、ちょっと見えっぱりになっちゃうとか言うと日立決める。これもなんか日立さんっていうお相撲さんがいたかなんかなんだないかなと思ってるんですけど、あ、さっきイカ出ましたけどタコっていうのもあるんですよ。逆にイカを決めるは勝ち逃げでしょ。タコは天狗、あいつタコだな。まあタコもちょっと言うよね、タコタコこらってタコですそれ違いますね、それちょっと違いますね。これ好きだな、時々出るんですよねこれね、タコです。これはちょっと置いといてすいません。みんな決める最近使っちゃってますよね。面白いですね。あとね、なんかモテたとかね、この間デートだったのとか言って、で刺身、刺身だろうみたいな、なんでしょうか、お刺身、刺身美味しいですよね。これはね、チューです。キスしたんだろうとかいう刺身、なんかそう思うと生々しいね。なんかね、お刺身のマグロとかの生々しいあの感じでしょ。お刺身って言うんですよ、チューのこと。お前刺身だろ、刺身食ったんだろおいみたいなあとね、いやもうちょっとはね、チュー以上ね、そういう付き合いだろっていうのね、首投げたのか首投げしたのかみたいなそういうふうに言うんですよ私もみんな喋ってるから、もう一生懸命メモして、へえ面白いなあと、あ、なんだっけな、あとね、お米もらったとかいうの。だから本当に私本当に新潟からとか米どころからお米送っていただいてんで、お米もらってますみたいな言ったら、違う、お小遣いもらったとかいうの。お米小遣い、お金って、お米、まあ、でもなんとなくそうかなって思いますよね。あとね、かまぼこ、あいつかまぼこだな。よく芸能人は大根、あと中がこう水ばっかりだから下手くそだとかね、いう意味だったりするけど、全然大根って消化がいいし美味しいですよね。外国のハリウッドの俳優さんなんかハムっていうとちょっとダメだっていう意味ですよね。本当のステーキじゃない偽物、ね、インチキな演技するとあいつハムだなみたいな言い方。でもそういうことがあるのに、シルベスタ・スタローンが日本で丸大ハムのコマーシャル出たんですよ。でその時みんながすげえそんなことを乗り越えてシルベスタ・スタローンってすげえってみんな言ったってそういうことがありますね。えだちょっと今日は難しかったかもわからないですけど、いろいろと隠語っていうんですかね、こういうのね言ってるのを私が聞いて皆さんにお知らせしました。さあそれじゃあ、今日もねまたモノマネをして終わりたいと思いますけれども、じゃあじゃーんチャララランチャチャンドドドドンチャチャチャンチャンチャチャンバババババン巨人の足、いやーもうわかんないかな、巨人の足わかる、思い込んだらですよ、弾いてるローラーコンダラだってみんなね思ったっていう、その中からヒューマのお姉さんアキコさんねが陰ながら、ヒューマを応援するところ
ヒューマン。以上です。ささやか。申し訳ございません。全然あのこれあの鹿も決めてないですし、日立も決めてないです。使い方合ってる？お顎回すな、もうお前顎回す。言われそう。失礼しました。ヒューマン。それじゃあ、まだあのレストランなんかとこうね、居酒屋さんとかであったら、レストランとかであったらこう聞いてみてください。あ、言ってるっていうのがあるかもしれません。それじゃあまたお会いしましょう。山田邦子でした。